い、ナパンです。ファーミキシミュレーター22シルバーランフォレストの続き遊んできます。よろしくお願いいたします。今回ですね、やっと11月になりまして、草の収穫ですね、やっていこうと思います。で、まあ、12月以降は収穫できなかったと思うので、ちょっとまだ、第一成長の収穫可能状態っていう形にはなりますけれども、ちょっと収穫して、草を収集して、羊さんですね、買ってちょっとお金作っていきたいなと思っております。なのでまずは何も今ないのでちょっと買っていきましょう。はい、結構お金借りることになると思うんですけれども、まあ大丈夫でしょう。一旦30万借りて、では買っていきましょうか。まずは草刈りするためにこのジョンディアの2280というこのモッド買おうかなと思っています。ここで草刈りできますね。まあ、ただし 4.5 メーターでちょっと横幅がちょっと狭いんですけど、まあ、実際のところこれ 18,000 ユーロぐらいで買えるので、ちょっとまずはこれでちょっとやっていきましょうか。はい、こんな感じの機器ですね。はい、ちょっとやっていきましょう。で、買った草については中央に寄せられるような画像になったんで、なんかオプションで中央ウィンドローとかっていうのはやらなくても良さそうなんですけど、ちょっとやっていきましょうか。おお、結構早いっすね。17キロで作業できますと。やっぱりこれもうウィンドロー、この中央ウィンドロー固定なんですね。なるほど。この後そのままベールにして保管するっていうことは結構簡単だと。ただしまあちょっと 4.5 メートルだから、まあそれがちょっとネックではあるかもしれないですけど、まあ、まずちょっとお金ない今の状況で考えると、まあちょっとこれで我慢しましょう。あ、これあれですね、その小麦収穫みたいな形だから結構その作業としては結構楽っすね。まあけどあれだなこの畑の大きさで考えたときに、この 4.5 がまあ妥当であるかどうかっすよね。あ、けれどもそうか。ちょっと待ってくださいね。無理っすね、これね。まあ頑張ればできる量ですけど、しかもこれ2万ユーロもかかってないって考えると、これヘルパーさん使って、ちょっともう一台買ってヘルパーさん二人雇用してちょっと草刈りお願いしましょうか。なんかそっちの方が良さそうだな。多分ここについた畑にしてるのでヘルパーさん使えると思いますんで、はい、ちょっと試しに、うん、できますね。ヘルパーさんに変えられますね。まあ、お金ができたらどん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 パワーアップしていきましょう。まずはこの草を使って、羊さん育ててウールを作ると。そうしたら結構お金になりますからね。まあ、実際のところ草で単純に売却すると150ユーロぐらい。まあ、高値で150か。安値で120なので、まあ、そう考えると、うん。羊さん買って、ウールにして売却した方が、まあ、ウールの方が2000ユーロぐらいだったと思うので、平均すると。いや、下が2400、上が3600か。全然違いますね。これでどんどんお金稼ぎをしていって、まあ、林業機器もそうですし、まあ、いろんな農機を、パワーアップするっていうところをやっていきましょう。タイミングよくこっちに来てくれたんで、ちょっとここで降りて、もう一機買いましょう。まあ基本的には、あれですかね、年に3回草収穫できますからね。だからまあ、
それのためにこの2万ユーロ使うっていうのは全然 OK という形でやっていきましょうか。だってまあここら辺からヘルパーさんに依頼してまあちょっと適当に収穫してもらいましょうか。じゃあ続いて先にあれか、羊小屋とベールストレージのとこを作りましょうか。はい、今の空きスペースとしてはここら辺ですね。うん。なのでまあ一旦ここら辺にベールストレージを置いてここら辺に羊小屋を建てようかなと考えてます。まあ後でまあここら辺のまあこの木の伐採とかまあ開拓どんどん進んでいった後はちょっとまた拠点変更とかっていうところはあるかもしれないんで、まあちょっと今回はまあ適当にやっていきましょう。まずはそうか、羊小屋か。で今回は元の有形シブバーンっていうものこちら使っていこうかなと思ってます。はい。で15万ユーロのものと10万ユーロのものがあって、で差としてはまあこの外で買えるよって、まあ、外の枠があるものが15万ユーロかかって、あとその外枠がないものについては10万ユーロけれども、ともに200棟っていう形なので、まあちょっと安い方のこの10万ユーロの方、こちらを建てていきましょうか。まあどういう建物かがちょっとよく分かってないんですけど、右側が羊さんがいる場所で、この左側がおそらくウールが出来上がるところで、なんかよく分かんないんですけど、この右側ちょっと見づらいんですけど、なんか水必要なのかな、これ。なんか水のアイコンがちょっとちらっと見えるんですけど、まあ立ててみるか。左側でなんか作業必要なものはなんかなさそうなんで、ただ一旦まずは適当にここに置いて、はい。じゃあ一旦ここで解体しましょう。結構斜めってるんですね、ここの土地が。じゃあこの後に、もうちょっと平坦化ちょっと広げて、よし、これで一旦平坦化しました。はい。で、その周りを、この緩斜面化して、土地を、まあ、緩やかにしていきましょう。よし、これで出来上がったんで、もう一度立て直しましょう。もうちょっと平坦化しとけばよかったかな？まあ、けれども、このぐらいでいいでしょう。ちょっと一旦立ててみて、またちょっとおかしかったら解体かな？こんなぐらいにしましょうか。はい。で、ちょっと一旦周りを見て、やっぱなんか水必要そうだな。まあ、このぐらいの段であれば大丈夫でしょう。けれども、ここら辺やっぱりちょっと平坦化うまくできてないな。平坦化と、平坦化じゃないか。反斜面化ができてないか。まあ、後でやりましょう、これは。うん。で、ここに餌をやるから、もうちょっとあれか。ここら辺の領域は、平坦化した方が良さそうっすね。で、あとは緩やかにしとけば OK かな。うん。じゃあ、続いて、あれっすね。ベールストレージっすね。サイロで、前も使ったと思うんですけれども、この、ベールストレージっていう、この、ベールを、もう完全にもう、剥き出しで保管するっていうやつですね。150、
350、まあ350でいいかな。一旦適当にここら辺に置きましょう。で、ここに、ベールストーリー350ピース入るものを、ここに置きましょう。一旦仮置きっすね。で、まあ、また、ガタンとならないように、ちょっと緩やかにして、で、ちょっと、まあ、軽くですけど、塗装もやっていきましょうか。ほんの軽くですけど、はい、ちょっと軽く塗装をして、あとは、いや、ちょっとミスったな。まあ、もうちょっと羊小屋奥の方がよかった。いや、けど、あれか。池とかがあるから、まあ、ここは限界か。まあ、作業場があとは、ここら辺まで、最低でも必要だと思うから、こうして、で、こういう感じ？ちょっと不格好っすけど、まあ、いっか。もうちょっとこうし、まあまあまあ、もうするか。まあ、ここもこうするか。で、そうなると、ちょっとあれだな。この草の畑がちょっと気持ち悪くなっちゃうんで、もう、先に収穫しといた方がいいっすけど、もう、いいや。このぐらいは。うん。で、あとは、ここにつな、いや、ちょっとミスったな。まあ、こんな感じしましょうか。なんか、いい境目がない。なんか作り方よくわかんないですよね。このアスファルトと、なんか、変な感じになってきたな。アスファルトとこの泥をいい感じに、こう、なんか撒き散らすと、境目ができない、できてないように見える。見えないな。もうこのままでいこう。よし。では、どういう状況まで行きました？ヘルパーさんたち。あ、結構いい感じに収穫してくれてますね。はい。次に必要なのがベーラーですね。で、このバーマーって読むのかわからないですけど、バーマーパックの、ロールベーラーですね。を買いましょう。こちらが、125から180センチの、ベールを作れるので、これ買いましょう。で、この後、ですね、収穫したベールについては、まあ、基本的に羊さんの餌になりますよと。ただし、絶対的にこう残ると思うんですね。餌の方が、まあ、餌というか草の方が。なので、まあ、その残ったものについては、サイレージにしてお金にしようかなと思ってるんですけど、このシルバーランフォレスト、売却所あるよな。シルバーランのマーケット。シルバーランのマーケット、ここにあるのか。目の前か。なので、そこに、サイレージベールを、売る予定なので、ベールラッパーですね。そちらも買おうかなと思ってます。で、今回は、このクローネの、イージーラップっていうモッドを入れました。はい。こんな感じのモッドですね。で、あれか。そうか。
ターナー付きにすると、ロールベールが縦になってくれるやつか。で、ラップフィルムを、今回ブルーにして、買いましょう。で、こちらが、125ないし、150センチの、ラップベール作れるっていう感じになってるので、こちら買いましょう。はい。まあ、これでも、ほぼほぼお金ないっすね。はい。では、まず、ベールサイズを150センチに変えて、収集していきましょう。やっぱあれですね、作業幅が狭いから時間かかりますね。これこのタイミングですらもうウィンドロア欲しいなって思い始めてるんですけど、今月については、11月の今回分についてはちょっとウィンドロア使わずに、ベールにしていきましょう。ちょっと大変ですけど、はい、ここでとりあえず4個の、ベール作ったので、まずは、この草を、この羊小屋に入れていきましょう。で、このトラクターにあれっすね、フロントローダーとかまだ取り付けてないので、久しぶりに、このスキットステアローダーでしたっけ、こちらを使って、でちょっとベール運んでいきましょう。ではスキットセアローダーのこのベールスパイク使いましょうか。ちょっと重さ耐えれるかどうかちょっと不安ではありますけど、5500リッターの草が運べるかどうか、まあ1個は大丈夫だと思うんですよね。1個でもいやーけれども、ほぼほぼ同じ大きさっすからね。ベールとスキットステアローダーの大きさがほぼほぼ同じ。重さ耐えれる？まあ、ちょっと不安。でも一度に一個ずつ運んだ方が安全っすね。多分2個運んだら大変なことになりそう。で、この、ベールを、ここに置けば、大丈夫かな。やっぱちょっと持ってかれてるな。よいしょ。OK っすね。では、まだ、羊さん買ってないから、情報が見れないんだ。ちょっと先に、羊さん買いましょう。で、輸送するのもちょっと手間なんで、ここで買いましょう。いつもこの、一番上の羊さん買ってるんで、この羊さん4種類ありますけど、でも内容的には同じっすよね。だからこの、ブラックウェルシュマウンテンを、まずは、何頭買うかだな。この羊小屋は200頭入るんで、完全にまあマックスになるように、まあ、50買うか。50買って繁殖させてマックスを200まで持っていきましょうか。はい。よし。これで買えましたね。狭そう。やっぱりあれっすね。あっちの方が。もう一個の15万ユーロのこっちの方がすごい、羊さんにとっては気持ち良さそうだな。ちょっとお金ないんでちょっと我慢してください。けれども、餌の中に水がないっすね。お、
ってことこれなんだこれ。まあこれ飾りか。飾りというか、もしかしてこれ水が出てくるのこっから。そうか。蛇口だから、水をこの中に、この小屋の中に入れるんじゃなくって、この小屋から水が出るの？不思議だなぁ。まあ、この下に配管が通ってるっていう形っすね。うん。まあ、そうしましょう。まあ、最後に、あれっすね。ラップサイレージにして終わりましょう。はい、この後ベールにして、羊さんに餌やったりとか、ラップサイレージするの結構時間かかるんで、ちょ、このベールラッパー、2、3回ぐらいちょっと使って終わりましょう。ゴーウェールパックで使ってたものと、まあ、似た感じっすね。あれ？ちょっと150だと結構ギリギリかな、これ。横幅がもしかして。あれ？あ、結構ギリギリだ、これ。で、これラッピングしてるときに、こう運んで、運び終わったらここで下ろすと。よし、これ作り終わったんで、ロールベルを下ろすと。こうして、はい、サイレージベールが出来上がりと。で、羊小屋の餌が満タンだとここで、こうポイして、はい、ここで保管していくというところをやっていきましょう。で、草ベールの方をちょっとまあ、まずは多めにしておいて、まあ、やっぱりちょっと余ったなと思ったら、その後にまあこれで、ドロールベール草で出して、出したものをまあラッピングしてサイレージベールにすることも可能なので、まずは、まあ、20ベール、30、まあ、30ベールぐらいあったら余裕だと思いますけどね、4月まで、まあ、耐えてくれるとは思うんで、うん。まあ、それ以外については、ラッピングして、うん、サイレージとして売却しましょうか。はい。というところですね。はい。では、今回はここで終了にしたいと思います。これであれっすね。どんどんお金増えていってくれればいいんですけれども、はい。ちょっと今後期待しましょう。はい。というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。